定型はマジでね、理論値最強なんだけど、でも、この使いこなし方としては、武器によって、このスティックの使う部分を変えるのよ。例えば SMG を使うときは、あ、ちょっと待って、AR から行くか。AR を使うときは、AR を使うときは中心に近いところを使う。安定型で AR を使うときはね。そしたらめっちゃ吸い付くんや。やばくない？やばくない今の。今の301。めっちゃ吸い付くんや。で、ボルトとか SMG を使うときは、もうちょい外側を使う。もうちょい外側。OK。で、腰打ちになったら、かなり外。を使って、結構がっつり持つ感じ。で、さらに、キャラコンの時は、もう端の方をめっちゃ使いまくれば、すっげえ早く動けるから。だからね、安定型はね、俺は理論値最強だと思ってます。はい。ただ、すっげえ疲れる。指の位置とかを意識しながらさ、プレイしないといけないからめちゃくちゃ疲れる。ほら。ちょっとあれしだったら、ちょっとあれしたらね、頑張るからすぐ。いや、これはもうマスターとかじゃない。変態、ただの。まあ、なんか YouTube が生んだ化け物よ。